皆さんこんにちは、ブムンです。100の施設を作るサバイバルやっていきます。はい、ということで前回は、この全自動釣り機と、釣り機はね全然使ってないんだけど、あとね全自動サトウキビ畑を作りました。今回もね同じようにね農業系を作っていこうかなと思います。その名もかぼちゃ畑ですね。かぼちゃ畑なんですけれども、まず先にカン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 、このねツラハシたちにね名前をつけていく。まずシルクタッチ付きのツラハシはそのまんま、あれなんか前に聞いたことあるなって言ってね、そのまんまトレール。幸運のツラハシはいっぱいトレール、カンカンカン。そしてダイヤモンドの斧はバトルアックス、ダイヤモンドのシャベルはザクザクスコップ。はい、できました。そろそろねダイヤモンドの装備もね、ダイヤモンドそろそろねてかダイヤモンドの装備も欲しいんですよ。この人持ってない、この人も持ってない、この人無職。そっか、あれがいないのか。そろそろ防具屋さんも作ってもいいかもしれないですね。はい、ということでここに作っていきます。ここね畑があって、サトウキビね農業なんで、ここの近くにね作っていこうかなという感じで、そしたらここら辺から作っていきましょう。まずポコって置いて、ポコこうかな。で水入りを使ってホッパーに流していくので、片側1、2、3、4、5、6、7、8、8ブロックでねやっていきます。で前もここはガラスで見れるようにしよう。はい、こんな感じで、で後ろはこれ。そしたら次にここにチェストを置きます。で後ろをホッパーでつなげる。これでどういうことか、こんな感じでね水流でこうピュッてやってゲットできるようになってます。でね、ニワトリはもうちょっとやってるだけでいっぱい増えてっちゃって、もうすごいことになってる。ほら、もう間引いてもそろそろやばいんじゃないかなと。ほら、そしてこっち側も水を流してあげます。そうするとねなんかこんな感じ、ここ多いな。はい、こんな感じでできましたので、これでアイテムがピューっとねホッパーに流れるようになりました。はい、次まず1段目ですね。1段目はまずこれかな、どうしようかと思ったけどこうすることにした。ここにこんな風にやります。で片方をこうやってかぼちゃの種をね植えます。でここも一緒でいっぱい取れるで、ここに掘ってかぼちゃ、一気にね作っちゃう前に、とりあえずね一旦ここの部分だけでもね先に作っていきましょうか。はい、そしたらばまずはここ、このかぼちゃの成長を検知したいので、こう後ろにブロックを置いて、もう1ブロック置いて、ここにねオブザーバーを置きます。そうするとこれが成長するごとにねカチャコカチャーってなるから、信号が送られてくるから、それを利用する。ちょっとまだこのままだと分かりづらいんで、で隣にピストンで、これ隣にピストン置いたらオブザーバー成長ガシャってなるから、かぼちゃになったらガシャってなるようにしたいから、さらにもうこれをねこうやってつなげるでしょ。これへん、そしたらレッドストーンをこうやって置いて、こうやって最後レッドストーンリピーターで2個遅延、特にね2個遅延にする理由はないんですけど、試しにこれを成長させるとこんな感じで、成長するとカチャッとなるっていう感じで、成長するとね今みたいな感じでどんどんカチャンカチャンってなってきます。これをね全部にねつないでいく。で2つ目も一緒です。そしたらガラスでね埋めていきます。いい感じです。
それでね、これをね、2段目、3段目というように作っていきます。まず、ここにね、置くでしょ。これは一緒なの。おー、ほら。今見た？かぼちゃ。カチャカチャってなって、かぼちゃ。こう置いて、はい、ここでこうできて、そしたら今度は水をね、置いてあげないといけないので、まずでここね、こうやるでしょ。まあ同じようにやるので、これ水をこうやります。ここがクワ。こういう感じになります。で、ここはね、全部こうなるので、こうやっておきましょう。お、いい感じ。このピストンがあるところがガシャコーンってなるところなので、ここは何でもいいので、いらないブロックをね、置いておきます。今回土でいいか。見えないしね。で、この、これがあるところには、水を置く。でちょっと水汲み下まで汲みに行くのは大変なんで、ここで一回無限水源作ってから振り分けていきましょう。オブザーバーとか置くんですけれども、先ピストン置いた方が楽かな。これこうやってピストン置いて、水があるところにはオブザーバー置くのでピストンは置きません。で、水があるところを耕していく。それ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 で戻りまして、じゃあ次にね、オブザーバーを置いていきます。オブザーバーはここ、こうやって置く。よし、いい感じなんじゃないかな。で、最後蓋をします。ここはね、見えてるとあんまりダサいので、こうやってね、蓋閉じるといいんじゃないかなと思います。かぼちゃの種を巻きましたと。とりあえずね、かぼちゃ畑け1段目の完成です。うん、いい感じかな。スイカもね、同じか容量で作れるんで、スイカもね、作りたいと思う。はい、チャープ20全自動かぼちゃ畑、チャープ20全自動かぼちゃ畑の完成です。でででででで、はい、ということでね、今回はサトウキビ、まあ、これでね、かぼちゃがね、いっぱいいっぱい作れますので、なんかね、かぼちゃを使った、あとね、建築動画の方も配信していますので、ぜひそちらも見てください。最後までご視聴ありがとうございます。次の動画で会いましょう。バイバーイ。